でございます今日は営業が無駄に思えた時の対処報道。 いうことをテーマででご相相談談をいいいいたたただのでお答えしててきたいなと思っておりますすはこちらです、えー、テレアポする時間が成長につながらい、ね、無駄な時間に感じてしまっているんですが、どうすればいいですかということで、えー、とツイッターで質問をちょっと募集させていただいていただいたご質問なんですが、こちらをお答えをしていきたいなと思っております。で、実際問題ですね、テレアポをやっているときに、まあ、アポリズ大体2 3、3%なわけですよ。なので、97、8件は100件に電話かけたら断られると、まあ、その電話に対してなかなか価値づけをして、意味づけをして、自分の成長につなげていこうというのは、なかなか難しい 難しかったりしますよね。というのはすごくわかります。で、まあ、アポの結果としては、二三件だとしても、その中で「じゃあ不在だった」とか「話ができなかった」みたいなことを考えると、結局電話で話ができた相手っていうのが、まあ三十人とか。 40人とか、まあ、それぐらいになっちゃうんですよねだそういう活動を続けていく中でもモチベーション高くこの仕事この電話って一軒一軒を成長につなげていこうというのを普通にやってるとやっぱ限界きますよねっていうのは当たり前といえば当たり前ですしすごく気持ちは分かりますというところが大前提です。 でまあ、この状況をっていうところを考えたときに、まあ、正直もテレアポという手法上ですねそこはもう仕方がないですねっていうのはもう割り切って考えるしかないかなというところは一つありますでじゃそれを踏まえた上でじゃもう少しその自分の成長につなげていくために何ができるのかなんですが基本的にもこのテレアポという手法をやらなきゃいけない状況なのであればこのテレアポというアプローチかけた電話一件一件の意味付けをプラスアルファで自分で乗っけていくしか方法がないかなというのが、まあ、私もずっと営業やって ていでで感じているところですなので私のテレアポとかも普通に営業活動やっていて自分が成長したなとか自分の次につなげることができたなと思うのは結構その副業にはなるんですけども自分でブログ書き始めてからなんですよなので自分が今までやってた電話っていうのはとにかく目の前のアポ1件取るためっていうふうにやってたことをアポ1件取る大前提はもちろん変わらないんですがこの1件の電話ってなんかネタにならないかなみたいなアンテナが張れるようになってから結構そのテレアポ自体 楽楽しししくくよりななったったたていうのののが私の当時の経験でしたなんで具体的なステップとしてはここに書かせてもらった通りなんですけども毎日の営業の目標と施策を言語化して形に残しておくもう言葉に残しておくでその後やるべきことが結果目標に対しての目標と施策を行った結果どうなったかということで、まあ、課題とまた結果を言語化するでそれをまあこういった YouTube ですとかブログとか Twitter でもいいので発信してアウトプットすると要はその自分のやったことが単なる成果が出ましただけではなくてその成果から学んだこととかを 当然自分の中で原稿ができて次につなげることもできますしアウトプットしてネタとして発信することによって周りの人の役にも立つっていうことこのサイクルがよく回っていくんですよねそういった形で仕事を楽しんでいただけるような状況や場作りっていうのをやっていただけると多少その今のモチベーションだったり状況っていうのは改善できるんじゃないかなと思いますのでぜひ参考にしていただけたら嬉しいなというのがこちらの回答でございます、えー、今日の参考になった勉強になったなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しいかきりです本日は以上です